あれ、レッドさん、今日は対決じゃないですよね。え、なんかご用ですか。別に。なんだおい、用がなきゃ来ちゃ悪いのかよ。改まってお聞きになるならお答えしますが、用がなければ来ちゃ悪いと思います。うんうん、そうなんだ、さすがバンプさん頼りになる。ありがとう。じゃあ失礼します。なあ、最近電話多すぎねえか、バンプと。なに、やきもち、男の独占欲。あ、ちげえよ、電話代だってバカになんねえだろ。私とバンプさん定額指定プランに入ってるから、いくら話してもタダよ。え、何それ。ちなみにレッドは未だに携帯を持っていないのだ。すっげえ、体がすっげえ動かない。く戦闘力がさほど高くないリギーが今まで生き残ってきた理由、それは相手の自由を奪う魔敵の音色。相手が動かなければ戦闘力など関係ないからな。リギーよ、次の対決お前に任せる。地獄のレクイエムを3レッドに奏でてやれ。ほれ、早く吹けよ、ほれ。蹴らないで、蹴らない、痛い。え、なんだよ、やだよ、やだよ、蹴るよ、俺。やめてくださいよ、吹けない、吹けないって、吹けないじゃないですか。ついてこない、来ないでください、来ないでください。このプラズマの力で何でも。それ、バリア、でっかい、死ぬぞ、来たら死ぬぞ。ほら、だらバリア解除しろ。早く吹けってよ、吹けってよ。じゃあ吹きますけど、脇腹殴られながら笛吹けるんですか。武器になっちゃってまあ。吹けるんです、教えてください。不可でも俺そもそも笛なんか。いっ、今ガッツリきた、お前ハーブ吹けた。刺します、取れた。お前ハいや、お前んとこの会社本当おられるよな、バンプよ。何その顔。だってレッドさんあまりにもひどいから。はぁ、何言ってんのお前。なあ、もともとてめえんとこの怪人が悪いんだろ。対決に遅刻して走ってきたりするから息が乱れて笛が吹けねえじゃねえか。抑えてて。あ、頭使ったじゃん。リゲ君、落ち着いて。分かってます、リレース大人ですから。リゲ君落ち着いて。必勝。おい、なんちゃって。ちょ、レッドさん、もうやだ。ほら、リギー君落ち着いて。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。なあなあ、ネッシーって本当にいると思う。バカ、いるわけねえだろ。だよな。なあなあ、昨日の MHK の仕事の達人見た。あ、見た、アリナーズの日露の密着だろ。やっぱすげえよな、ヒーローってのは。ああいう人のことを言うんだろうな。まさにヒーローだよな、俺たちのヒーロー。だよな。うさちゃん、元気ないね。もしかして糖尿。違うけど。じゃあこれから会いに行く怪人に関係あるの。誰なの、アニマルソルジャーに入りたい怪人って。ムキエビ先輩なの、ウサちゃん。うん、僕たちアニマルソルジャーだよ。ムキエビ先輩、アニマルじゃないよ、エビだよ、エビ。そのエビのカテゴリーの中でも食材だよ。
主婦の腕の見せ所だよ。約82キロカロリーだよ。僕も一度断ったんだけど、話しただけでも聞けって。何か言ってる、笑ってるみたい。しょうがないから入ろうか。わあ、スイーツだ。たくさんある。おう、遠慮しないでどんどん食ってくれ、ウサネコピーちゃん。なんだおめえ、新規生かわしやがって。おいしそう。俺食べる代わりにアニマルソルちゃんに入れろって言うんじゃん。あー、ピーちゃん大丈夫だってウサ、お前たちも食べろよ。そのデザートはガメスのおごりだからよ。バカ冗談だよ冗談、俺がちゃんと払うからよ。マジでマジで。こんなにたくさんスイーツ食べれることってめったにないし、僕糖尿だいぶ良くなったから。ガメスのおごりなら食べてもいいよね。食べていい？ガメス。おう、食ってくれ食ってくれ。どうぞ兄さんたち。いただきます、ガメス。いやね、エビの俺がアニマルソルジャーに入るのはおかしいっていうお前たちの言い分はわかるよ。マジでマジで。エビでしかも下ごしらえされてるしね。でもさ、それって短絡的なイメージで判断してると思うんだよな俺は。てめえ聞いてんのか。あ、はい。なんだお前ら、知ってるだろ先輩が話してたのに。ごめんなさい。お腹いっぱいになったら眠くなっちゃって。兄ちゃんは真剣に聞いてんだろ。え、スリープモードになってる。ずりーよ。聞いてくれよ。だからさ、多角的なイメージで攻めていってほしいわけ俺は。正解言っちゃうとさ、鳥だってアニマルって言わねえだろ普通。エビより鳥の方がまだアニマルっぽいってだけだろ。ものすごく曖昧な線引きじゃねえそれって。でもピー兄さんはウサ兄さんたちと同じぬいぐるみ型怪人ですよ。そう、そこよく気がついたガメス。つまりさ、アニマルで考えるよりそっちの方で考えてほしいわけ。ぬいぐるみの方で俺は。あ、でもムキエビ先輩ぬいぐるみ型じゃないじゃないですか。そう、俺はムキエビ、つまり死んだエビだ。自分で言うな。つまり命のないものだよな、そもそもは。じゃあぬいぐるみは。え、ぬいぐるみは命がある？ない。え、あ、ない。そう、それ。つまりサウサ、少なくとも他の怪人より俺たちはモチーフ的に近いってねえよな。ピーちゃんいねえし。じゃあ、どの辺から聞いてなかった？なあ、もう一回話すから。ごめんなさい。お話が難しすぎてつい。今日はもう勘弁してくださいよ。兄さん方眠くて話どころじゃないんですよ。ほんと呆れるわ、お前らには。ガメスがデザートはやっぱり払わないっていうか、俺が出さなきゃいけねえし。え、ちょ、来たの。俺にアニマルソルジャーに入ってほしいのか欲しくないのか、次はだからよくあるだろ。帰っちゃった。ムキエビ先輩すぐ怒るから嫌い僕。でもどうしよう。バンプ様に相談してみる？そうだね。13,825円になります。ごちそうさま、ガメス。要するにあれですよ。戦隊ものって途中からちょっと毛色の違う仲間が加入するのが定石じゃないですか。あれ的なものとして俺をアニソルに迎え入れてほしいと思ってるんですよ。いや、ムキエビさん、私戦隊ものとかよくわからないんですけど。ムキエビさん。ああ、ムキエビ先輩はバンプ様が配属される前から川崎支部にいるんだよ。地位はバンプ様のが上だけど、ムキエビ先輩の方が勤めて長いからややこしいんだよ。初めて知った僕。ところでなんでそんなにアニマルソルジャーに入りたいんですか。正直言いますよ、モテたいんです。言った。だってツノンガや戦闘員でさえ彼女いるんですよ。可愛さが売りのアニソルを利用すればきっとモテると思うんですよ。僕たち可愛くなんかないわ。そんな理由ですか。いや、ぶっちゃけきっかけさえあれば俺もグワッといくと思うんすよね。いや、マジで、え、マジでね。ペダリオ、おい、すごいよ、マジ面白いけど、ダッシュな。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。